12月23日です。こちらのレイカ、こちらを剪定していこうと思います。そしてね、ご覧のように我が家はね、超狭いところに植えているんですよ。皆さんもそのようにお困りのことはございませんでしょうか。見てください、こんなにね、ぶつかっちゃうんですよね。レイカちゃん、せっかく伸びたんですけれど、こういうところにぶつかってしまいます。これをね、いかにしていこうかと思います。そうして、剪定をしていくわけなんですけれど、こういった混み合った枝ですね、組み合った枝は切っていこうと思います。ただ、このレイカちゃんですね、ご覧のように、外にね広がるタイプなんですね。バラの中には外に広がってしまうこと、長く上にすんなり伸びてくれること、いるみたいです。レイカちゃんは外に広がってで、こういう風にね、通行の妨げになったりします。なので一部レイカちゃんは内目に切ったり、そして向こうのぶつかってる子ですね、の処理はちょっと考えなければなりませんね。そして剪定なんですけれど、剪定は、ですね、細いね、こういった枝はもちろん切っちゃうんですけどね、ポリワドルツマよりちょっと大きいでしょうかね、耳かきのこう棒ぐらいですね、耳かきというか綿棒、の棒ぐらいの大きさですね、なんですけれど、まあ、教科書にはこのように鉛筆の太さぐらいなものは以下は切りましょうというふうにね言われていますね。確かにね、全部ね、こうこれ比べてください。鉛筆より細いですよね。こちらも細いんですよね。ただね、鉛筆より太い子の子すったらね、この子ぐらいしかいないんですよね。教科書通りにしたらこれ2本ぐらいしかない。確かにね、2本でもいいんですけどね、ちょっとそれでは寂しいので、ちょっと、それ以下のも伸ばそうと思います。はい、それでは剪定をしていきます。そして混み合ってる子、この子は混み合って中に咲いてる、出てる細い子なので切ります。この子はそのままここへね、スコッと刺しちゃいますね。できるかどうか、よいしょ、こんな感じで刺して、いきますね。ゴツゴツゴツ、よいしょ、はい、これは剪定と関係ないです。こんな感じで刺していたらできるかもしれませんね、できたらラッキーっていう感じです。まずはこちらにね、プランターから出ない位置ですね、ここの目で残念ながらちょっとね太い子なんですけれど切ろうと思います。太いといっても鉛筆よりは細いですね。ここで切ります。切る位置はだいたい5ミリから1センチ上を残して切りますね。はい、切ります。まっすぐでも斜めでも結構です。こんな感じでするとちょっとまだまだ長かったかな、よいしょ、こんな感じで切ります。だいたい7ミリぐらいかな。で、多分こっち側にぐっと伸びると思います。ぐっとね、手前にこっからこの子が生きていればですね、伸びてくれると思います。こちらはこう手前に伸びる芽なんですよね。ですけれど、この横に伸びる芽、これを生かそうと思います。これを切ります。はい、こんな感じで切りました。そしてちょっと上ですね、ちょっと上、これは内目で切ろうと思います。
濡れちゃうから、これですね、これはちょっと内目で切ります。こんな感じですね、内目で切りました。このようにこのレイカちゃんね、すべすべなんですよ、すべ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 です。こちらもすべすべ、一部ね少しトゲはあるんですけど、ほとんどトゲがないんですよね。この辺スペスペですね。立派だね、本当に鉛筆の太さ以上があるんですけど、これもね、このツールに出てるでしょ。なんでね、切らなければならない、残念ですけどね、これ以上育ててあげることできないんで、こういう風に何かでね、棒で持っていこうかという作戦もありますね。こちらですね、当たってる子ですね、当たっている子、レイカね、かなりしなやかなので、こう曲げる作戦を取ります。曲げる作戦を取ります。しなやかな子なので、つるバラではないですけれど、はい、曲げてみます。こちらの子とね、ひっつけちゃうんですよ。よいしょ、こちらはロココですね。先日誘引しましたロココです。くくり方ね、下手くそなんです、ごめんなさい。一本にします。こことここは切ろうと思います。よいしょ、こんな感じでやっていきます。こちらも曲げていこうと思います。よいしょですね、ここのフェンスに切ります。切りました、ここは切りますね。でこちらの真ん中の子ですね、はい、この子はね仕方がないのでね、もう切っちゃいますね。これは向こうに行くとダメなので、もう上がる作戦は取れないですね。内目で、こちらが内目になります。内目で切ります。はい、こちらも内目で切ります。こんな感じですね。これね、立派でね、太くてね、残念なんですけどね、うちには適さないので、この子も、内目で切れますね。できるだけ上の方で切りたいんですけど、こう触っていったらここが内目ですね、内目ですね。なのでこの上で切ろうと思います。内目かな、ちょっといい目があるかどうか、はい、よく見てくださいね。この内目で切ろうと思います。こんな風に切れました。全体はこんな感じです。後ろにこう誘引していること、そして前内目に切ったこと、外目に切ったことあります。切った子がどんな風にね咲くのか楽しみです。